はい、こんにちは、こんばんは、タカラです。今週の相場、ドルをベースに見ていくとそんなに動きがあった1週間ではなかったかと思うんですね。ただまあ参加された方の多くは、今週はよく動いたなと感じているかと思います。この理由というのが、まあ円相場ですね。この円の買い戻しが今週相当な速度で進んだんですけどもね、これ月末31日になりますけども、日銀の決定会合があります。この日にこう金利を上げてくるかどうか、この日に利上げがあるかどうか、まだはっきりしてないんですね。もしかしたらまあ週末あたりにね、何かしらこうリーク記事みたいなものも流れてくるかもしれませんけども、これ最後の最後までわからないまま、当日を迎えてしまうということもあるかもしれないですね。そうするとより大きな変動要因にもなるかもしれませんので、来週も引き続きこの円相場はかなり注意をしないといけないかと思います。そして同じ日に FMC も実はあるんですね。まあ、こちらはそんなにサプライズ的な内容というのはないように思いますけども、ただこれもパウエルさんが何かこう発言なんかもあったりするかもしれませんのでね、気をつけないといけないですね。来週はもう31日、この日が大きなターニングポイントにはなってくるかと思いますね。これを踏まえてチャートの方を見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷え触を重ねています。今週のドルもこんな動きなんですね。こうして見ていただいても全然まあ動いてないのがわかるかと思います。まあ、来週の FMC、まあ、一つのこれはポイントになってくるかと思いますね。あとは週末にこういう時なんかも控えています。このあたりもしかしたら動きはあるかもしれませんけども、この場所ですね、これ過去に抵抗になっていて、サポートになっていて、サポートになっていて、今回サポートになっているところと、過去にこう何度も何度も反応しているところで、先週今週と流れが止まってるんですね。まあ、すごくこう流れが止まりそうなところで、実際まあこのように流れが止まっていると。そして一度流れが止まると、このあたりもそうです。このあたりもそうですね。このあたりもそうですけども、まあちょっとこう動かない期間というのは出てきてますよね。まあ、そういう意味では、来週も意識したいのはまずは調整レンジ。ドルに関しては大きなトレンドを今のところまだ考えているわけではないんですけども、ただまあ言っても2週間も動きがないですからね、3週間4週間ほどのレンジというのが過去の状況でもありますので、まあ、来週あたりからまあいつ動き出してもおかしくないかなと、まあ、そういった備えは必要になってくるかと思います。まあ、そういう意味では月末の FMC、週末の雇用統計、あとは木曜日も実は BRE、イギリスのね、施設金利発表があったりもするんですけども、まあ、これももしかしたらこうドルがね、何かしら影響を受けてくるようなこともあるかもしれません。きっかけという意味ではね、やっぱりまあ月末月初絡んできますから、指標なんかもたくさん出てきます。そういったものがきっかけになって動きも出てくるかもしれませんので、注意はしないといけないですね。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。今週の動きですけども、明らかなレンジ相場ですね。上位足を見ても調整局面、冷やし環境を見ても調整レンジが見えています。先々週ですか、一度こう下の方に突っ込んだ場面がありましたけども、これで逆にサポートの強さが現状は見えてしまってるかなというふうに思います。現在見ているのはこういった調整レンジ、まあ、チャートの方は下落トレンドが見えているわけで、戻り売り環境なんかね、見ていきたいわけですけども、まあ、売るにしても売る場所をですね、高値からしっかり引きつけて売りたい、もしくはドルを買っていくんであれば安値圏にしっかり引きつけてから買いたい、まあ、つまりはまずはレンジを疑って見ていくということになってきそうで、するとまあこういった真ん中とかね、まあ、金曜日も大抵の時間こう真ん中にいたわけですけども、こういった真ん中あたりは気をつけたいところですね。やっぱり分かんないですからね、真ん中から買われるか売られるか、これを見極める、まあ、なかなか難しい作業になってくるかと思いますから、そういったところはあまり無理をしないように、来週もドルはまずは調整局面からのスタートを意識して見ていくことになりますから、まあ、そんなにこう大きな動きが出てくるような要素というのもね、今のところは少ないように思いますから、まあ、焦らず判断はしていきたいところですね。はい、変わりました。こちらが円指数になります。4時間足に収縮を重ねています。これがまあ今週本当によく動きました。きっかけになったのは先々週ですね。まあ、これが介入が疑われているところになりますけどもね。この動きがきっかけになって買い戻しが急速に進んでいます。これはもう途中から日銀の利上げ観測、このあたりも織り込んだ動きにはなっているかと思いますから、まあ、こうなってくると月末ですね、日銀の決定会合でどのような発表が出てくるのか。利上げされるにしてもされないにしても、もしくはその他何かしらね、こう施策なんかが出てくるにしても、まあ、来週はまだまだこう変動要因はありそうだということになりますね。チャートの方を見ていくと下落トレンド見えていますけども、このあたりの高値も抜けてきているんですね。
背景は何であれ抜けたという事実も今もう目の前に見えてしまってますんでね、今ベースで見ていくのは僕は短期的にはこの上昇トレンド、週足環境の波の戻りの高値、こういったところを抜けてくるって1年のうちにそうそう何回もあることではないですからね、特に円相場に関しては相当大きく売り込まれた後のこういった買い戻し環境になっていますから、来週もまずこの円の買い戻しもしくは押しが入った時の押し目買い、こういったものは気をつけて見ていくことになりそうです。僕は個人的にはまだまだこの円に関しては、買い戻しをベースに値動きを追っていくということにもなってはきそうです。ただ、どこで買うかですよね。例えば今週なんかもだいぶ高いところから押しも強く入っています。こういうところで買うかどうかは別問題で、買っていくんならなるべくなら下から引きつけるというのが大事になってくるかと思いますし、逆に売りを見てくるもいいと思うんですね。例えばチャート自体はかなり弱いわけですから、ただ、売りが入った後に突っ込んだところからさらに売っていくかどうかというのはそこは慎重になってもいいのかなというふうにも思います。今は短期的に3週間にわたっても強い上昇トレンドが出ているわけですからね、この環境を完全に無視するというのは今の現状では難しいかと思うんですね。今の環境というのは強い下落トレンド内における短期的な強い調整の戻りというイメージですので、なので買いは買いを見ていく、売りは売りを見ていく、そういった理由というのはね、それぞれにしっかりあるかと思うんですね。ですからどちらが正しい間違いというわけではないと思うんですけども、それぞれにエントリー場所はやっぱり絞らないといけないということにもなってくるんじゃないかなと思いますね。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。冷やしを見ても短期の上昇トレンド、このような上昇トレンド出てますけども、ただ木曜日あたりから若干の上値の差は出てますよね。流れが一旦止まっています。ただすぐに反転とかそういうことを僕はイメージしているわけではなくて、流れが止まったんであれば次は調整局面、レンジ相場を相当強く疑っています。そうすると高値圏では売りが入りやすい、押しが入ってくる場面においては買いが入りやすいということになります。ただ難しいのがね、この高値とか安値、レンジを想定しているわけですから、この中でトレードをしていこうと思えば、こういった高値圏、安値圏というのがはっきり見えてこないとね、なかなかエントリー場所が分かりにくいわけですけども、今のところこう流れが止まったところですから、この高値安値というのがはっきり見えてないんですよね。はっきり見えてくるにはもう少しこれも時間はかかってしまいそうですけども、例えば金曜日のこの安値、一回突っ込んだんですけどね、こういった安値は、こういったサポートの候補になり得るかもですね。もしくは木曜日の高値、こういったところも戻りの高値の候補として見ていく。ちょっとこう高値安値まだこう遠いですんでね、もう少しこうはっきりさせたいところですけども、これは来週ロス価値がこうどんどん増えてくるに従って、ある程度こう見えてくるものだと思いますね。今はざっくりとこう高値圏とか安値圏ぐらいしか見えてこないかと思うんですね。その分トレードはすごく難しくはなってくるかと思います。ただ分かりにくい状況があるからこそこうボラが大きいということにもなってくるかと思いますんでね、そしてこのボラが大きいというのはチャンスが多いということにもなってきます。リスクも大きくはなってくるわけですからね、なのでよく動いてくる相場というのは来週もあるんじゃないかなと思います。僕は円相場に関しては少なくとも月曜日火曜日まではね、こういった調整局面を強く疑って見ていこうかと思っていますので、エントリー場所をですね、ちゃんと押したところ、もしくはちゃんと上がったところからのポジション取りというのはしっかり意識して見ていこうかと思います。はい、変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。金曜日は実はそんなにボラが大きな一日ではなかったんですよね。ただ円相場を中心に見ている方にとっては、円のボラが大きかったですからね、ドル円もしくは黒線、このあたりのボラはかなり大きかったかと思います。一方でこれドルベースで見ている方にとっては、ちょっと面白くない相場は続いてますよね。5ドルあたりはちょっとこう売りが強く入ってきてますんで、それなりにこう動きは出ているんですけども、例えばユーロドルとか、ポンドドルとか、そのあたりをベースに見ている方にとっては、ちょっとこう動きそうで動かないと、そういった相場が続いてしまっているかなと思います。冒頭でも触れましたけどね、ドルがまだこう調整局面、はっきり出てますから、このあたりは動き出すまでにもうちょっとこう時間はかかってくるかもですね。このドルに関しても水曜日に FMC を控えてますから、もしくは雇用統計、これも週末に控えてますんでね、もしかしたらもこのあたりがきっかけとなって、今週動きは出てくるかもしれませんから、もちろんこれも備えは必要になってくるわけですけども、今のところこう動いてるという環境はないですからね、あまりこう積極的に前のめりにならないように注意はしたいところですね。はい、そしてこちらが7月に入ってからの通貨の強弱になります。今月はあと3日間で終わりなわけでね、ほぼほぼ7月の通貨の強弱というのはもう完成されているかと思いますけども、やっぱり円相場が相当強い。きっかけは介入騒ぎがあったこの日ですね。ただ現状のこの買い戻しに関してはもう介入云々は今のところも関係ないんではないかなという気はしますね。それよりも日銀がこの金利を上げてくる、もしくは何かしらね、他の施策を打ってくる、そういった行動があるかどうかというところがポイントになっていますから、そうなると来週の水曜日、日銀の決定会合の結果というのは大きな影響を与えてきそうです。
あとは今月、しっかりトレンドが出ている通貨にこの5ドルというのがあるんですね。これ、中旬あたりからずっとこう売り込まれているんですけども、なかなか利張ってこないですね。インフレの上振れリスクというところがね、オーストラリアの場合あったわけで、そうなると金利の先高感というのが出てきますんでね、5ドルが買われていたという背景が、まあ、このあたりずっとあったわけですけどね。これがもしかしたら、まあちょっと行き過ぎてしまった、まあ、そういった動きがあったのかもですね、調整乗りがかなりこう強く出てきています。まだ買われている流れ見えてないですからね、5ドルのリバウンド狙いとか、そういうところをこう考えている方は、少し気をつけた方がいいかもしれないですね。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、しわしを重ねています。今週のドル円、まあ、よく動きましたね。ただドルが動いたわけではなくて、まあ、今週は円相場がよく動いたということになります。ただまあチャートの方を見ていくと、まあ、当然これよく動いてるわけですね。大きな陰線になっています。直近のですね、面合わせのところまで来て一旦リバウンドですかね、まあ、153円というのは一旦のサポートとして、来週はまあちょっとこう意識はされてきそうですね。まあ、このような上昇トレンドを見ていくのが一番自然というかね、まあ、シンプルかなというふうに思います。押しが入ってきてサポートがもし見えてくるんであれば、押し目買い環境というのは当然これはあるかと思います。ただまあであればね、チャートが強いんであればこの辺りから押し目買いされていてもよかったわけですね。ということは、まあそこまでの強さは今現状はまだないということですね。弱いという流れがあるんであれば、これをベースに見た戻り売りなんかも入ってきそうするとこのあたりというのは、まあ、買いが入ったり売りが入ったりというのもそういった攻防が生まれやすい場所にはなるかなとも思いますし、実際もこれ、週の後半あたりの動きを見ていてもこのあたりでちょっとこう揉んできてますよね。やっぱりまあ抵抗は強く出てくる場所になるかなと。152円台から155円台、ちょっとこうボラが大きいですからね、まあ、もうちょっとこう絞りたいですけど、なかなかまあ絞れないという背景はありますけども、それにしてもこういった調整レンジを疑って見ていくということになるかなと思います。ただ来週は水曜日ですね、 FMC があり、日銀の決定会合があり、これは大きな変動要因につながってきてしまうかもしれませんので、それに関してはやっぱり注意は必要だと思いますね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。週足の環境というのが頭に入っていると、このあたりで流れが止まって、まあ、少しこう調整っぽい動きが見えているというのも理由がもう見えてきますね。サポート割れた売りのトレンド、まあ、チャート見ていくとやっぱり弱いわけですけども、現状は流れが止まっていますから、まあ、やっぱりこのあたりの調整局面相当強く疑ってみていきたいです。ただ来週は水曜日に日銀の決定会合と FMC があるわけで、まあ、こうなると動きも出てくるかもしれませんので、今現状この調整レンジを疑っているのは月曜日火曜日あたりまでかなと。高値圏からは当然これ売りは見ていきたい、安値圏からはロングも一旦検討していくのはありだと思います。ただまだこれ流れが止まったところでね、こう高値圏とか安値圏はわかるんですけども、もう少しこう絞ったところ、ラインというのがまだ見えてこないんですよね。ということはそれだけこう変動率がある、ボラが出やすい状況にもなってくるかなと。これがこうバチンとねラインが見えてくると、このラインを意識した値動きになってくるかと思いますから、ボラもそんなに大きくなってこないですけどね。これ人によって抵抗体というのはまだこうブレているかと思うんですね。ということはそれだけ、まあ、動きも出やすくなるかなと。こういったボラが出やすい状況というのは今の円相場というのはあるかと思いますので、まあ、それをチャンスと見ていくのか、まあ、ちょっとこう動きすぎてやりにくいと感じるかは、これはもう人によってね感じ方は違うかと思うんですね。やりにくいと感じている方はね、まあ、無理をする必要も全くないかと思います。逆にもまあこのボラの大きさ、これがもうやりやすい魅力的だと思う方なんかは、今の環境というのはやっぱり積極的にやっていく相場だと思います。まあ、とにかくこうよく動く相場だということですね。ただまあちょっとこう気をつけたいのが、まあこういったレンジ相場ですから、真ん中あたりでポジションを持ってしまったら振らされやすいと思うんですね。しっかりまあ高値圏を意識するとか安値圏を意識するとか、まあ、そういうところをこうしっかり押さえた方がいいのかなというふうにも思います。まだはっきりわからないところもありますけども、今のところ金曜日の高値、これを直近の高値と、木曜日の安値、このあたりを直近の安値と意識して、値動きを追っていこうかと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見てもそんなに景色変わらないですね。下落トレンドが止められて、現在調整局面と、金曜日の高値、これを直近の高値、木曜日の安値、このあたりを直近の安値として、まあ、一旦は意識して見ていこうかなと思います。まあ、すると現在地は若干高値圏寄りですかね。高値抜けてしまったらちょっとこれ分からなくなりますけどもね、一旦この154円の後半あたり、このあたりをバックに売り場を探っていくのも面白いかもしれません。まあ今円相場もかなり強いですからね、戻りの売り場探しをしていくというのは、まあこれは全然ありだと思いますね。一方でじゃあ抜けを期待するかというと、もうこれもちょっとまだ早いのかなという気はするんですね。やっぱり上位足を見ても調整局面、一旦流れも止まりそうな場所だったわけで、あまりまあ抜けを期待しすぎないようにはしないといけないかなと思います。
まあ、何せよポイントはもう水曜日ですね、日銀の決定会合と FMC、まあ、これで相場がどう受け止めるのかと。そしてまあ翌日はもう月も変わってしまいますんでね。そしてもう翌月はもう月も変わってしまいます。月が変われば流れが変わったりもありますんでね、もうかなり不確定要素もたくさん出てきますので、まあ、それは今意識するんではなくて、まあその時のチャートを見て改めて判断でもいいかと思うんですね。まずは水曜日の日銀の決定会合、まあ、このあたりを目標に据えて値動きを追っていこうかとは思います。はい、ではこの後は株式市場、金相場、このあたりを見ていきたいと思います。まずこちらがニューヨークダウの CFD、4時間足にシワシワ重ねています。今週のダウ平均、まあ、ちょっとこう揉んでいて動きがなかったんですけども、最後にぐっと買いが入って引けてるんですね。この買い、シワシベースで見ていくとかなり、まあ、面白い動きにはなっているかと思います。というのもこれ直近の高値、特に先週ですけどもね、一旦上値のマスが見えてたんですね。上値のマスが見えてくるんであれば、まあ、ここは抵抗体というのが見えてくるわけで、であれば今週のシワシ、陰線になっていてもおかしくなかったかと思うんですね。まあ実際週の中頃あたりまでは押しも深かったですからね、まあ、上値が重いなというイメージは持っていたわけですけども、ただ最後にこうまくっているというかね、しっかり買いが入ってきてるんですね。結果的に終わってみれば週足しっかり陽線と、これで4週連続でこうしっかり実体部分は陽線になってるわけで、買いが入ってるんですね。上値が重い形、先週はっきり見えてるにもかかわらず買いがしっかり入っているということで、思いのほかこうダウ平均に関してはね、強さというところをこう感じますね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。この金曜日の動き、まあ、これが大きなポイントになっていますね。まあ、いわゆる包み足、まあ、過去のロース足というのを全てこう包んでしまうようなしっかりした陽線が立ったということで、もともとこう高値を抜けた上昇トレンドというのがあったわけで、これはしっかり押し目買いが入ってきたと見てしまいますね。そうなると、まあ高値を抜けるかどうかはわからないにしても、まずはこの高値を伺う動き想定しておきたいところ。まあ、水曜日にね、こう FMC がありますんでね、この FMC までに一旦の高値をつけに行くような動きはイメージして見ていこうかなと思います。まあ、ちょっとこう、売りを狙っていくような環境ではもうないかと思いますね。買うか様子を見ていくかといった視点になってくるかと思いますね。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、4時間足に収縮を重ねています。一方でこの日経平均は上値が相当重かったですね。今週も大きな陰線になってしまっています。ただ現在地見ていくと、これサポートされそうなところまでも来てしまってるんですね。実際は週の後半あたりは、底堅い動きも見られています。まあ、すごく抵抗されそうなところで、まあ、週足ベースで見ていくとまだ止まっていないんですけどね、短期的には少しこう止められているという環境もありますから、このあたりの調整局面もちょっとこう疑って見ていく方がいいのかなと、過去もこれだけの期間の調整があったりもしていますんで、一度止まってしまったら次に動き出すまでにはちょっとこう時間もかかってくるかもですね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。若干抜けたんですかね。ただ抜けた後に買い戻しもしっかり入ったということで、現状はこのあたり、抵抗を受けてるのかなというふうに思います。直前には大きな下落トレンドですから、この下落トレンドが今は一旦止められた。まあ、このあたりも調整として見ていいんですかね。下落トレンドが一旦止められたということになりますから、まあ、数日間はもう調整局面、これは強く意識して見ていくことになりそう。そうすると、まあ、トレードをしていこうと思えば、まずはレンジを疑って、高値圏がどこになるのか、安値圏がどこになるのか、これを探るというのが最初の仕事になってくるかなと思います。意識したいのは、まあ、高値圏からはもう売りですね。下からは買いを狙っていきたいと。現状これリバウンドが入ってきてますから、まあ、そろそろ高値圏はちょっとこう意識したいところですね。まずは売り場探しというところを来週は狙っていくことになるかなと思います。まあ、この金利というものが上がってくると、株式市場にとってはもうこれはプラス材料でも全くないですけどね。ただまあ相当織り込まれてもいるかなと思いますから、一旦流れが止まってくると次のトレンド見極める、まあ、ちょっと難しいかもですね。まあ、現状、こう上値はまだまだ重いですからね、すぐに強いリバウンドとか、そういったものを意識していくようなそういった環境ではないかとは思います。はい、変わりましてこちらが金の CFD、4時間足に収縮を重ねています。金相場、先週が僕はこれ一つの大きなポイントだったかと思うんですね。相当上値が重い形、まあ、チャートの方から見てもこれは明らかですね。調整局面、レンジ相場を見ていたわけですけども、レンジの高値で上値が重いという形が見えたんであれば、まあさすがにこれは上値の差、今週もしっかり見ていかないといけない一週間だったかと思います。ただまあそれ言うんであればね、週の後半、特に金曜日ですけども、この買い戻しというところもちょっと気になるところ、上値が重いんであればもう少し売りがどんどん入ってもおかしくなかったかなと思うんですけども、このあたりがもしかしたらこう金の底堅さというかね、強さの部分になってくるのかもですね。まあ、正直まだこの高値抜けてないですから、じゃあこういう高値で積極的に買えるかどうかと言われると、まあ、そこは疑問が残りますけども、ただまあチャートの強さというところを見ていくんであれば、高値圏で足場を作るような形はあるかもですね。
はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。これがまあ一旦潰されたということになっているわけですね。この抵抗を抜けたトレンドに対して、今は売りが強く入ってきています。であれば大きな売りが入ってもいいのになと思うような、まあそういった環境はあったかと思いますけどね。ただ金曜日のこのリバウンドを見る限り、チャートはやっぱり強いのかもしれないですね。ただまあ上がれば売りが入ってしまうという環境は今見えているわけですから、これってまあ下がれば買いが入る、上がれば売りが入るという環境なのかもですね。まあ、特に今週の木曜日、金曜日でつけたこの2360ドルあたりですかね。このあたりのサポート。もしくは今週つけた高値。まあ、2420ドルあたりですかね。まあ、このあたりもこうかなり割れが重い状況見えてますから。まあ、この高安を利用した、調整局面というのを疑っても面白いかもしれません。抜けてきたらまたこれも話変わってきますけどもね。現状はまあちょっとレンジの真ん中付近ですから、場所としてはまあ中途半端な環境になりますけども。まあ、押しが入ったところでこう一旦ロング見ていくとかも面白いと思いますしね。買いが入ったところをこう叩いていくとも面白いと思います。まあ、真ん中というところはちょっとこう気をつけていただいて、基本的に僕はもう金相場ってやっぱりまあ強さは感じてますんでね、特にこう下から買っていくというのはね、意識して見ていくのはいいんではないかなというふうに思いますね。はい、ということで、まずはドル円ですけども、下落トレンド、これが現在は止められたという環境なのかなというふうに見ています。なのでこのあたりの調整局面、レンジ相場を強く疑ってみていきたい。ただこのレンジの高値安値、ね、これがまだはっきり見えてないんですね。少しボケている。だからこそまあボラも出やすい状況は今あるのかなというふうに思います。ポイントはやっぱり水曜日ですね。日銀の決定会合 FOMC、これで一つの決着となるかどうかというところが、まあ、最大の注目ポイントかなというふうに思います。まあ、この水曜日を迎えるまでは、このあたりの調整局面、買いが入ったり売りが入ったりのレンジ相場というのを疑って見ていこうかと思います。はい、そしてこちらが円指数になりますけどもね、強い上昇に対しての上値の重さ、これが見えているわけですけども、やっぱり下がれば買いが入ってくるわけですね。円相場に関してもこのあたりの調整局面疑って見ていくということになってきそうです。まあ、これもポイントは水曜日ですね、日銀の決定会合、どういう結果になるのか、これは結果を受けて改めて判断はしていこうかと思います。はい、あとは最後にドルですけども、こちらもちょっとこう動きがないんでね、まだまだこう調整レンジを疑って見ていくということになってきそうですけども、まあそれなりの期間も経過していますから、今週の FMC、週末の雇用統計、こういったところで一旦のトレンドが生まれてくるかもですからね、現状はまだレンジそばですけどもね、まあ、これに関しては、トレンドが生まれてくるかもなという、まあ、準備ですね、していきたいと思います。今回は以上になります。それでは来週も頑張っていきましょう。